はい、こんにちは、ちおです。2個目いきます。リングイヤリングにしました。なぜかって、まだ未だに鬼滅のイヤリングを作り続けてるからだよ。ミニサイズつっても違うんですよ。動画以外でやってる暇ないんで、もう作ってあったんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個あるんですよ。今ここに金具つけてるだけです。まあいいや。っていうことで、このダイソーさんの新作かどうかわかんないですけど、ごめんなさい、リングイヤリング作りたいと思います。これはハードのレジンだけなんで買ってきました。どうなるんですかね、何が入ってるんですかね、楽しみですね。どこだったっけ。はい、ハード、これとこれで200円でできるそうなんで、じゃまず何が入ってるか見たいと思います。これはレベル2です。前回のさ、レベル1だったんだけどさ、結構手こずったんだけどじゃあこれ難しいのって思っちゃった。何を勉強しようかと思ったんで、私ね、ちょうどね、この、なんつうの、リングにリング通すやつ、これをね、作ろうと思ってたんですよ。シリコン買ってあるんですよ。海外から取り寄せて。なので、その前に一回勉強しようかと思いまして。まず入ってるもの。おお、すげえ。だから、こんだけ入って100円ってすごくないっつうの、マジ。すごいよ。だからさ、いつも思うんだけど、キットに入っているこのラメの量がとんでもなくすごいんだよね。ほら、この間だってめっちゃ集めたしね。私これももう一個欲しくなっちゃうじゃん。こんなこのキラキララメさ、欲しいんだよ。この間セリアさん行ったら売ってなくて探したんだよね。こんなところにいるじゃん。まあいいや、置いとこう。だってこれで100円じゃないわけでしょ。これ全部で100円じゃん。すごいこない、このパーツの量。何個丸缶入ってんのか、ごめんなさい、ちょっと数数えらん数数えらんない。ちょっとな、何個入ってんのこれ、数書いてないや。こんな感じで入ってます。たくさん出しちゃおうか。使うしね。ちょっと今トレーが空いてないから、ちょっと広いからなくさないようにここに出そう。おお、なんだこのちっちゃい丸缶、まだ入ってんじゃん。超ちっちゃいよ。普通の丸缶よりもさらに小さい。あ、かわいい。このなんかキラキラしたリングが2つと、おっきい丸缶が3つ台。で、この極小が二の四のロの矢の、数えらない。二の四の矢のと、二の四のロの矢の当時21個かな。あ、もう向かった。22個入ってんのかな。はい。まずこれと、ラメと、あとは、最近私が使っている、このノンホールピアス。樹脂イヤリングっていうんだ、これ。はい、これ。が、2つ。とシリコン、シリコン嬉しい。こんなシリコンが入ってます。はい、かわいい。こんな持ってない私。以上です。入ってるのはこれです。じゃあまずレジンも開けちゃう。ハード。よし。はい。これで200円です。210円。すごいね。ダイソーさん頑張ってるね。レジン。この借金。セリアさんも覗いてるんだけどね。たまに、これ可愛いっていうのがあって買うけどね。あ、数書いてあんじゃん、ここに。きっとないよ、別にも書いてあった。モールド1個、オーロララメパウダーです。2g。で、ラウンドパーツ 2.5cm が2個。丸缶の台が3個。
マルカーの小がこれ20個ですけど22個ありましたね。余分が入ってました。樹脂イヤリングが2個です。以上です。ではまたキットに沿って作りたいと思います。まず出しちゃったからちょっと上に、ごめんね、今トレイがさちょっと埋まっちゃって、みんなトレイに乗せてね。あ、お客さんトレイ持ってくればよかった。はい、シリコンにソフトモールドの3分の2程度までレジン液を流し込みます。ポイント、クリアファイルやシリコンマットなどを敷いて、今敷きました。作業を行ってください。気泡ができた場合は爪楊枝の先で潰して取り除きます。潰せないのはすくい取りましょう。硬化はするんですか？硬化？書いてないよ。2番にも書いてないよ。どうすればいい？硬化させないみたい。4番まで。ちょっと1番いきますね。ちょっと3分の2までいきなり入れるらしいんで。マジかい。結構ね、細いシリコンに入れるから。シリコンがちっちゃいからね、多分これも3分にいってると思う。気泡を取り除く。ここにいる気泡がいる。いや、取ったぜ。はい、取り除いた。取り除いた。で、ここで硬化って書いてないんで次いきますね。2番。オーロララメパウダーを混ぜます。オーロララメパウダーは爪楊枝などを使ってたっぷり入れ混ぜて全体に広げます。注意、オーロララメパウダーは非常に細かいので取り扱いには十分注意してください。そうなのよ、これね、ちょっとね、今ね開けにくいなと思ったんだよね。ちょっと寄って下の方に寄らせて開けて、ここでね、多分ちょっと容器に移した方がいいと思うんだけど、ちょっと私の今周りに容器、空の容器はない。準備割り。これでちょっと、たっぷり入れます。たっぷりつったって別に一度に入れなくても。おお、すごい綺麗なんだけど、入れた瞬間オーロラだよ。なんだそれ、入れた瞬間オーロラ。色がさ、わ、すごい、グリーンになったり青になったりしてる。ごめん、カメラ確認してない。見えてます？アップにしてねえじゃん私。アップどうやってやったっけ、やべ、今動画消そうとしちゃった。すごい、あ、ごめん、あんまアップできないんだ、ごめんね、性能悪くて、カメラのせいにしとく。すごい綺麗なの、白い、袋の中では白なんですけど、レジに入れた瞬間ね、緑色になる。たっぷりって言っても限度があると思うんで、でもこんなに余ってるんだけど、全然使ってないじゃん。やだ、これちょっと、もうこのオーロラパウダーも欲しいよ、これ1個しか買ってないし、私。だってこれでもう一個キット買ったらさ、もう一個これが手に入るわけでしょ。
シリコンもこのパーツたちも丸カンも、あ、すっごい綺麗、めっちゃ綺麗、やべ楽しい。結構入れましたよ私。ちょっとここで一回ストップしようかな。で次3番、さらに、あ、再度レジン液を流し、さらに書いて、あ、さらにって書いてある、さらにレジン液をソフトモールの縁いっぱいまで流し込みます。もう一気にいっちゃうのね、分かったわ、一気にいくのは得意よ。これで気泡を取り除き、ないな気泡、満タンいきました。これ気泡か、違う、ラメだ。はい、満タン入りましたので、満タンでいきなり硬化させます。4番です、もう4番硬化させます。 UV ランプで硬化させます。1分で裏返して3分で再びまた戻して2分、使用しているレジン液の色やパーツによって硬化に時間がかかる場合があります。はい、 OK です。この面で1分、ひっくり返して3分でまた戻して2分ですね。硬化しまーす。でこれ多分もう1個つくんじゃね。あ、同じものをもう1個作るって書いてあるんですけど、ちょっととりあえず1回硬化して、あ、じゃあ作っちゃいます。その後5番なんですけど、それを今硬化した後、モールドから外しますになってるんで、にこれをもう一個つく、あ、外して硬化して外してもう一個同じことします。はい、そこまでいきます。はい、今硬化中なんですけども、また1個目をね、イヤリングのこっちのパーツを作んなきゃいけないみたいなんでいきます。丸カン小1個のつなぎ目をずらし、もう一つのしっかり閉じた丸カン、しっかり閉じた丸カンはしっかり閉じた方がいいよね。一回すっげーちっちゃい、マジちっちゃい、超ちっちゃい。あの入ってるやつちょっと開いちゃったりずれたりするので、ちょっとちゃんと閉じろって書いてあるので、ちゃんと閉じます。はい、閉じます。ちょっと空いてるし、マジ超小さい。はい、閉じました。これと1個、これを開きます。これを開いて、ちっちゃい、この閉じたやつを通して、通してラウンドパーツ1個と、これをラウンドパーツに通して、通んの？マジ小さいんですけど。はい、通った。で、これで一回閉じます。
動画の方カメラ確認できてない、入ってることを願う。閉じます。はい、閉じた、閉じたよ。 OK。 そしたら丸カン小肋骨つなぎます。え6個、はい、 OK、 つなぎます。ほんとちっちゃいんだけど、マジ超ちっちゃいよこの丸カン。2個、次じゃじゃ違うじゃん、6個だからもう1個つなげようかったのか。あれ違う、そうだよね、もう1個つなげようかったんだっけ。違うよね何言ってんだろう、わけわからなくてきた。3個、これは1個っと締めるしかないんだよ。これちょっとね、手袋の指先がたるんでて通らない。じゃあ一回手袋取ってもいいんだけど、この手袋一回取るとさ、おじゃんになっちゃうからさ。よし。なんか話して、面白い話。あ！今うちの前分ピアノなんですよ。ピアノの取り合いなんですよ。一人がピアノ弾いて終わると次また誰かが座って弾いてるんですよ。で次男はなんか弾けないんですけど弾いてる風なんです。可愛いんですよ。なんだっけ、楽譜をちゃんと置いて、ね、ちゃんとボリュームを下げて弾いてます。あ、電子なんでね、うち。あ、この映画撮る方が早かったじゃん。2個いっぺん通せんじゃん。はい、すいません。今、1、2。あ、閉めるのはきついな。3、4。4つ。1、2、3、4、あ、違う違う、5個だ、もう5個いったから最後。6個。無理。手袋取らないとちょっと無理かも、この作業は。これね、多分レジン触る前に皆さんやった方がいいです。手袋やる前に。はい、これで6個。はい、ついたよ。ちっちゃい、6個ついてるもちっちゃ。じゃあこれでストップだ。これをもう一回作ります。作っておきます。はい、2個目の効果が終わりましたので外します。1個目はこれです。特にバリなかったです。おお、かわいい。これどっちが表なの。どっち表なんだろう。まあいいや、シリコン側にしようかな。下ですね。で、これを今度、シートを引いて、その上に、これで固定をして、最後ですね、こう、あ、まだ、イヤリングつけてないですけど。表面に、レジン液を、
ふっくり仕上げるイメージでのせます。表面だけらしいんで裏はやらないみたいなんで、シリコン顔を表にしたいです。特にどっちとは書いてないので、おりゃ、えい、でこれで表面にレジンをのせます。で硬化5分って書いてあるんですけども、ベタつきがまあなくなるまでって感じですね。これも一度にやるとこぼれやすいので何回かに分けてと書いてあります。だから結構細いので多分限界あると思います。今1回目ですね。綺麗だね。オーロラ入っちゃってると。はい、じゃあこれで1回目硬化して、もう1回2回目やってみて硬化します。はい、硬化しました。1回終わってもう1回持って硬化したんでモリモリになりました。綺麗です。剥がします。キット通りにここまで来てます。こんな感じです。綺麗、オーロラグリーンに見えるね、動画通すとね。肉眼だとブルーなんだけど。はい、じゃあこれをつなげます。これじゃん。で6個つなげたやつはこれじゃん。ででっかい丸がこれじゃん。残りね、ちっちゃいやつこんだけ余ってんのとこれとこれなんですよ。じゃあまず丸カン台、はい、を広げてこれとこれとレジンと全部くっつけるらしいです。はい、 OK、 頑張ります。丸カンの台を広げ、これさ、どんな順番？ちょっとさ、順番間違えたら変じゃん。これもが一番前なわけじゃん。それで、その後ろにこれが来るじゃん。でこの6連のやつの一番ちっちゃい先っぽ、おりゃおりゃ、おりゃおりゃ、あんたにちょ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 、あれごめんなさい、ちっちゃいやつほんと大変だよ。皆さんは簡単だと思うけどね、私ね指太いんだよね。今更始まったことじゃないけどね。通った、多分この順で合ってると思う。
これで閉めます。OK。 そしたらこのこれは大事、ここでノンホールピアスをつけるのよ。この先に新しい丸カンでつけるの。丸カンに台に通したパーツの一番上の丸カンをずらすから、これ以上は増やさないらしい。6個目の一番上のやつ、こいつを、あ、本当だ、ちょうど横向きになってる。ノンホールピアスはそう、横向きじゃないと。じゃないじゃん、縦向きじゃなきゃいけないじゃん。こうなるのね。これで大丈夫。どうぞ。こんばんは。こんばんは。はい、すいません。もう6時半回ってたんですけど、店は軽く空いてたんで、すいません、お客様が来てくれた。何やったっけ、これをつけ、ノンホールピアスつけてたらすいませんね。Facebook の方で雑貨の CM を、鬼滅ですけどね、鬼滅の刃ですけどね、した買いに来てくれたら次男の保育園のお友達だったなので私のネットでは売ってない、ちょっとお店用の鬼滅のやつが、イヤリングがあるんで、それはあげました。お店でちょっとね、安く売ってたんですよ。はい、着きました。こんな感じですね。で、裏表を気をつけてということだったんですけど、まあこんな感じでちゃんとできました。はい、じゃあこれでもう一個つなげます。一回切りますね。はい、出来上がりました。くっつきました。くるくる回る、かわいい、かわいいね、普通にこれだ。でもちょっと待って、これがさ前に来ちゃうんだけど、なんか付け方違う、私、あ、じゃない、こうなんだよね、こうなんだよ、そう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 、結構くるくる回るよ、こっちちゃんとなるんだけど、こんな感じです。はい、あ、こっちもちゃんとなるね。こんな感じです。え、こんな感じです。結構まあ勉強になりましたね。丸カンつけるの本当大変だったんですけど、つけるのはいいんですよ。ただ一個一個がまだちょっと開いてる状態で入ってるので、一個一個ちゃんと締めなきゃいけないっていう作業はした方がいいと思います。丸カンって結構付属で入ってても、普通に丸カン買っても開いちゃってたりするので、つなげてちゃんと止めて、ちゃんとガツッとね、まあ何言ってもよくわからない、すいませんね。今日はこれですね、リングイヤリングを作ってみました。まあ写真と同じような感じでできました。ちょっと写真白ですけどね、まあオーロラなんで入れたらグリーンっぽくなりました。見方によって光具合で多分ブルーとかにもなると思うし、はい、綺麗だと思いました。勉強になったのは、まあそうですね、この丸カンの使い方ですかね。あとこのリングのつなぎ方とかですかね。
で、一つ私がちょっと気になったのが、これノンホール使うのはいいんですけど、私ノンホール使うときにここわかります？ここにちょっとへっこみがあって石とかが入るようになってるんですよね。ここに多分なんか石入れた方がいいと思います。なんだっけ、この形の石です。これこの石、この先がとんがったやつ、この石、ちょっとごめんね、一個手に取ると、このタイプの石あるじゃないですか。で、後ろはこのとんがったやつあるじゃないですか。これをノンホールの時は私はここに入れてるので、入れるところがあるんですよ、ノンホール。なのでここに一個入れたら可愛いと思います。今日はキット通りなんで入れないでこのままにします。はい、てな感じで、今日は2個目ダイソーさんの、これ新作かわかんないですけど、私的に新作 UV レジンキットレベル2リングイヤリングを作ってみました。何がいいかって、もちろんこのオーロララムがこんなに山ほど残ってることだよ。もう一個買いたい、マジ。オーロララムだけでもだってこんな綺麗なんだよ、これたっぷり入れたからね。で、これもついてくるし、丸カンもまだ残ってるし。で、これに関してはレジンが1個目1個作った時はほんとギリ終わったんですよ、1つが。これ全然たっぷり残ってます、レジン全然使ってないです。てな感じで今日はこんな感じです。はい、出来上がりました。今日見ていただいてありがとうございます。もう今2月29日うるう年終わろうとしてます。6時半ですね、帰ります。今日はちょっと今から実家に行くので、実家にうちの家族は全員集合してるので帰ります。じゃあね、見ていただいてありがとうございます。またバイバーイ。もうね、あれよ、アレグラ買った、アレグラだっけ、花粉の薬高いんだよね、あれも。病院でもらった方が安いんだよね。病院で薬もらえばいいんだよね、花粉の薬ね。そうそう、もうマスク、諦めてるんで、アレグラに行こうかと。でも私は、まだやや授乳中なんで、病院でもらいます。あ、すいませんね、片付けだからね、お話しして。じゃ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 ーん、綺麗でしょ？綺麗。うん。ディガジさん。じゃあ、ほんと帰ります。バイバーイ。あ、楽しい。きっと。